はい、こんにちは、総木監督と申します。さあ、こちらの企画が戻ってまいりました。漫画キャラで日本代表。はい、こちらですね、1年前ぐらいにウイレ2020の時に僕がやってた、ね、企画なんですけれども、まあ、4回ぐらい続きました。まあ、4回ぐらい続いた後にですね、ウイレ2021が発売されて、で、まあ、エディットデータが、ね、まあ、引き継げなかったので、まあ、そこでねちょっとね、一旦終わってたんですけれども、まあ、今回ウイレ2021でね、まあ、そろそろやることもなくなってきたなということで、久しぶりにね復活させたいと思います。そして第1回はこちらの漫画ブルーロック。はい、現在少年マガジンで、週刊少年マガジンで連載中の漫画です。まあ、この作者ですね、神様の言う通りというね、漫画描いた作者なんですけれども、まあ、この漫画僕も読ませていただいたんですけれども結構ね、まあ、面白い漫画だったので、ぜひ、まあ、ともねお勧めしたいかなと思ってます。で、その一応ね、それの連載が終わって次に始まったのがこのブルーロックという漫画、サッカー漫画なんですけれども、結構特殊な漫画です。現実か非現実かといえば若干非現実よりかなといったところですね。はい、まあ、こちらの漫画なんですけど、まあ、何が非現実的なのかというと、まあ、結構設定がねちょっとね非現実的なんですよね。まあ、日本の、高校生、ユース世代のね、フォワードの選手300人が集められて、そのブルーロックという施設で、まあ、共同生活を行いながら、この中から、たった一人だけ選手を選ぶというか、まあ、選手が生き残った選手、その選手が最強のセンターフォワードだみたいなね、最強のセンターフォワードを日本から作るみたいな漫画なんですよね。で、そのね、まあ、施設で、まあ、サバイバルが行われるんですけれども、まあ、そこで脱落した人間というのは今後日本代表に選ばれませんみたいなね、かなり利用極端なね、感じの漫画なんですけれども、はい、結構ね、まあ、人気があるんですよね。結構人気あります。はい、人気あるんですけれども、ちょっと批判も多いです。第1話でですね、いきなりね、そう、主人公の一瞬ちょっと仲良くなった、なんか友達みたいなやついるんですけれども、その選手はね、本田選手や香川選手、他にも僕たちの、日本には僕たちのスターがいますみたいな感じに言ったらですね、そういったってワールドカップで優勝してなくない、じゃあ貸すでしょ、世界一になる話してんだけど俺みたいなね、このブルーロックの最高責任者がそう答えちゃうんですよね。で、そこでちょっとね、ちょっと炎上しちゃうみたいなね、ことがあったんですけれども、まあ、批判もあるし、まあ、人気もあるというね、ちょっと特殊な漫画です。はい、まあ、ぜひともね、ちょっとね、一度はね目を通していただきたいなと思ってます。はい、ということでね、まあ、とりあえずこのブルーロックのキャラで3人ね作ったので、見ていただきたいと思います。それでは行きましょう。さあ、まずはこちらですね、潔与一、はい、主人公です。もうかなり平凡な主人公なんですけれども、なんとこの300人集められた、ね、ブルロックの中から299位というね、かなり、まあ、主人公的な、下から数えても2番目だよみたいなね、選手なんですけれども、まあ、この選手ね、非常に、ね、成長していくんですね、漫画通してね、どんどんね、でね、この漫画のねキャラクター、選手たちなんですけれども、それぞれね、なんか自分の武器みたいなのあるんですよね。まあ、スピードがめちゃめちゃ速い選手がいたり、ミドルシュートがね、強い選手がいたりとね、まあ、いろいろねいるんですけれども、この主人公何がね、武器かと言いますと、ダイレクトシュート、そして空間認識能力というね、まあ、この2つのね、この主人公武器があるんですけれども、まあ、これをうまく組み合わせてね生き残っていくんですけれども、うん、まあなんか平凡な反面、平凡な面もある反面、ちょっとサイコパスなとこもあるんですよね、なんかね、突然なんか目の色がね、まあ、白目と黒目のね、なんか色が変わってたりとかね、若干言うこともだいぶサイコパスなところがあったりして、うん、平凡な中にも平凡だけじゃないぞみたいなね、うん、なんだろう、俺が食ってゴールに変えるとかね、うん、エゴイスト、潔与一とかね、俺はストライカーだみたいな感じの選手です。はい、まあ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 、まあ、とにかくね、まあ、主人公、まあ、とりあえず、まあ、普通に過ごしてる感じはね、なんか平凡な少年なんですね。はい、で、まあ、その選手の能力なんですけれども、こんな感じですね。はい、ちょっと低めに設定します。はい、まあ、低めに設定してるのが漫画キャラなんでね、はい、まあまあ、低めに設定してるながらも日本人の中では結構ね突出してるんじゃないかなと思います。はい、で、まあ、身長175cm、まあ、調べたところ身長しか載ってませんでした。 175cm、 体重はね、まあ、大体65キロぐらいかなということでね、まあ、こんな感じにしてます。はい、シュート、まあ、スキルもこんな感じに持ってますということで、はい、これが潔与一。そしてですね、こちらバチラめぐるですね。はい、まあ、主人公と
第2話ぐらいかな、第2話ぐらいで登場したのかな、このバチラ・メグルという選手ですね、はい。この選手の武器はですね、超ド級のドリブル突破ですね、はい。まあ、ドリブルの技術に関しては、まあ、この作中ではこの選手の右に出る者はいないみたいな感じなんですけれども、なんかね、ちょっとこの選手もね、やっぱり変わってて、自由奔放、そしてね、なんか怪物と一緒にプレイすることを楽しむみたいなね、感じなんですよね。自分の中の怪物を探すみたいなね、なんか変わった選手なんですけれども、うん。そして俺の中の怪物が言ってやろう、絶対絶命ってやつはビビるとこじゃない、ワクワクするとこみたいなね、はい。こちらはバチラメグルでございます。なかなかね、まあ、この特殊というかね、結構キャラクターにもね色があるんでね、そういうところも楽しめるんじゃないかなと思います。はい。一応ね、まあ、全員ねセンターフォワードでね設定しています。はい。こんな感じの能力値ですね。はい。どうでしょう、うん、だいぶ低めなんですけれども、まあ、ドリブルはね、得意ということで。ただね、この選手、あとね、今現在やってる、なんか日本代表のユースチームと戦ってるところではね、左サイドバックで出場してます。はい、全員ね、センターフォワードなんですけれども、登場するキャラ、まあ、このブルーロック2選手は全員ね、まあ、フォワードなんですけれども、もう11人対11人でやるときに、まあ、どこかにポジション当てはめなきゃいけないんで、このバチラという選手はね、なんと左サイドバックやらされてます。ということで、左サイドバックの適性 B にしてます。はい。で、チャンスメーカーにしてますね。なんか特になんかシュートとかが優れてるって感じはないんですけど、一応パスができるのかなといった感じですね。はい。調べたところ、なんかかなり身長低そうに見えるんですけども、176センチ。まあ、体重はね、結構軽めにしましたという感じです。はい。スキルはね、一応ドリブルスキルたくさん持ってますよって感じです。はい。で、最後ですね、こちら、なぎせいしろうですね。はい。この選手も結構人気があるんですね。まあ一応なんか人気順に選んだみたいな感じになってますけれどもね、まあ、本当になんかちょっと一番強い選手みたいなのは、今回ね、作ってません。はい。でこのね、ナギ選手というのがね、天性のトラップが武器なんですよね。まあ、かなりトラップがねズバ抜けてうまいんですよね。パスを空中で受け止めたりとかね、完全に静止させたり、後ろ向きでトラップしてね、体で反転させてシュートを打ったりね、まあ、トラップだけで相手の背後にね、まあ、ボールを運んだりとかね、まあ、シュートに見せかけてトラップしたり、めちゃめちゃなんかトラップばっかりで、なんかトラップそんなに強いのみたいな感じなんですけど、結構この選手ね、このバチラ、イサギ、ナギ選手の中であったら一番うまいと思います。一応ブロックラッキングキングでも結構最初の今現在出てるランキングでも結構高いところにいましたね。で、まあ、最初はね、まあ、草尾と呼ばれるほどの面倒くさがりなんですけれども、まあ、このね主人公のイサギとプレーする中でサッカーの情熱に目覚めた天才フォワードというね、設定です。はい。ということでね、うん、まあこんな感じの能力値にしました。まあ、トラップがね、優れてるということで、まあ、ボールコントロール上げてます。はい。ボディコントロールも上げてるのかな。で、この選手ね、作中ではね、もう潔と、主人公の潔とそんなに身長変わんないみたいな感じなんですけれども、実はね、調べたら190センチあるんですよね。恵まれた体格してるんですよ。マジかみたいな。そんな恵まれた体格してんのみたいなね。はい。スキルはこんな感じになってます。はい。もうちょっとね、うん。まあ、この漫画ね、僕ね、一応、連載開始からずっと読んでるんですけれども、ずっと読んでるんですけど、やっぱり連載開始から一週一週読んでるんで、ちょっと若干ね忘れたりとか、どんなプレイするのかなみたいなのも、うん、なんかそこまで知ってるわけではないんですね。はい。まあ、飛び飛びなんでね、マジで、一応ポストプレイヤーにします。ポストプレイヤーって感じでもないような気もするけど、なんかトラップが優れてるというと、なんかポストプレイヤーと頭に浮かんだので、もうポストプレイヤーにしました。はい。ラインブレーカー、ポストプレイヤー、チャンスメーカーとね、この3人のフォワードを使いました、作りました。はい。もう本当にね、まあブルーロックね、はい、行ってみましょうか。さあ、それじゃあね、エキシビジョンマッチ、国際親善試合、日本 VS コスタリカやっていきたいと思います。さあ、日本の選手たちが入場してまいりました。一応ね、まだね、3選手しか作ってないんで、日本代表に所属する選手たちは、まあ、実在する選手がね、まあ多いんですけれどもね。はい。一応まあ今回3人のフォワード全員入れました。はい、こちら、この白い髪のやつが、名前忘れちゃった。名前忘れちゃった。何だったっけ。あ、ナギくんね。はい、ナギくん。あ、もうイサギとかもういなくなっちゃったわ。さあ、それでやっていきたいと思います。このフォーメーションはね、4-3-3でいってます。3人フォワード全員使ってます。一応カウンターターゲット両サイドにつけて、ナギくんにはね、プレイ幅制限つけてます。はい、コスタリカ、相手のコスタリカですね、特に有名な選手というと、このケイロス・ナバスだけじゃないかな。まあ、世界的なゴールキーパーがいるんでね、まあ、この3人のフォワードで、どれだけゴールが奪えるのかなといったところです。さあ、行きましょうか。始まります。キックオフ、ナギくんのキックオフで始まります。はい、行きましょう。さあ、やっていくぜ。ちなみにコンピューターはスーパースターです。さあ、ナギのトラップ、ワンタッチですね。さあ、バチラ
バチラ、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 バチラが抜く、バチラが抜く、バチラが打つ、惜しい。これかなり良かったな、バチラのドリブル。良かったな。あ、吸い付くな。総合値の終わりに吸い付く。オッケー、コーナーキック。さあ、潔のコーナーキックです。やっぱりちょっとここはね、ナギクに合わせたいところ。さあ、来い。俺だ。俺の狙い。オッケー、来た。でかいな、さすがにキーパーは。腕つき、ラップ。一回こう、誰これ南の。南のか。南の絶好調なんだよね。バチラ、バチラ、バチラ、超絶ドリブル。バチラー来たか、バチラ、バチラから、超絶トラップからの潔。なんだ、こいつら。それぞれの特徴が活かしきれてね。まあ、ドリブルは結構いいな、でも。リバーサーから、はい、ナギちゃん、ナギちゃん、ナギちゃん、パスとか悪いな、潔のポジショニングは悪すぎる。あいつ、本当に空間認識能力持ってんのか、できるだけゴール前に飛び込んできてほしいところ、さあ、来た、潔、潔君、君ちゃん、さっきからミスばっかりだよ、エンド、さあ、バチラへ、さあ、バチュアイだからな、バチラじゃないね、あの、実況、あー、バチラいいよいいよ。さあ、いい感じよ。どうする？来た来た来た、バチラバチラ、いけるいける、さっき食べる、おっしゃバチラ、ナイス、何してんねん。さあバチラ、いいよ、南野、さあカウンタースピードを上げて、来た、何何やってくれた。さあ、いつものあれだ、行くぞ。さあ、ナギのゴールパフォーマンス、うてぶてしい、うてぶてしい、うてぶてしいやつです。何もない、オッケーオッケーオッケー、いいよいいよ、さあこんななぎー、いや、ナイスゴール、左足で特に、まあ、トラップが良かったね、はい、トラップが良かったね、トラップ最高でしたね、はい、もういきなりね、シュートの打てるところにトラップしてますからね、最高でした、ありがとうございます、ごちそうさん。さあ、前半最後ね、攻め切りたいところですけれどもね。さあ、長友行こうか、さあ柴崎逆、長友、はい、さあ、何、お、ナイストラップ、さあバチラ、バチラ、超絶すぎるドリブル、ダメだ、いやいやいや、バチラいいな、え、マジでこれトラップ最高じゃない、トラップというか、こうほらバチラやばくない、バチラやばい、良すぎる。さあ、コーナーキック、相変わらずコーナーキックを蹴る潔、さあ来た、合わない、来た、潔ダイレクトいくか、ダイレクトシュートだ、あいつ本当生かしきれてない。おっと、潔が目覚めた、なんと外してる、はい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 、いいですね、前半終了、ナギのゴールで先制しております、1対0。さあ、それでは後半戦いきたいと思います。さあ、これはトラップ、ナギ体張る、オッケー、バチラ、バチラ、バチラ、足元に欲しいな、バチラな、オッケー、バチラ、バチワイ、聞いた、超絶ドリブル、やべだ、捉える、おっと来た、よいしょ、ダク、ああ削られまくった、しかしチャンスですね、これフリーキックの大チャンスです。うちフリーキック誰蹴るのかな、日本代表、ダクちゃんとかに蹴らした方がいいのかな、なすのふてぶてしい顔はいい加減にしろよお前。さあ行きましょう、あ、ナギが蹴るんですね、で蹴らしてあげましょうか、入るかもしれんもんな、ひょっとしたら。さあ、ナギのフリーキック、うまくない、セーブとかよくしてないんだよ、このイサギ君。さあ、ナギ、あ、ナギに合わない、バチラに合う、仲良しですからね。さあ、バチラへ、バチラ、俺の中の怪物よ、目覚めろ、俺の中の怪物よ、来た、超絶、あ、ダメダメ、やばいぞ、そうそう、やばいぞ、やばいぞ、それやばいぞ、なんとか、うわー、なんとかしてくれた、うまい、シュミットダニエル、リアルゴールキーパー。さあ、バチラ来ましたよ、さあバチラ、スタミナも十分だ、さあ行くぞ、おれ行くぜ、抜く抜く、おいおい抜く、ダメ、バチラまだいけるぞ、いけるぞ、出ろ、ダメか、よいしょ、行く行くし、さあ来た、バチラ、さあバチラどうする、ここは行こう、勝負勝負、バチラ行こう、勝負や、さあ、あかん、あいつスタミナあれへん、あかん、スタミナあれへんところ、もうあかん、ナギくんスタミナないな、来た、ナギ、ナギ頑張れ、ナギ頑張れ、お、イサギが邪魔されててる、
これ蹴らしちゃうか。マイクのスタミナないからな。全員この地獄みたいなフリーキックの精度で。72。さあ行こう。あ、これバチラだった。潔66。まあ、あかんやん。まあ、フリーキック蹴る資格ねえよ、それ。しかし行く。ダメ。ほい。取れる。あーっと、どうなってる。あー、時間がもうない。さあ、いいトラップ。さあ、来た。潔。どうする。そうですね、バチラへ。あかーん、下手。OK、ゲール。さあ、バチラ。来た。突破。急展開。あー。出てくる。トミ。トミ。OK、いいよ。さあ、行こう。潔。もうワンプレーあるぞ。潔、来た。潔。ほい。ほい。主人公。主人公補正。主人公補正。あー。ダメだー。はい、試合終了。ナギ選手のねゴールでなんとか勝ちましたよ。いやー、なんだこれ、何のマジなんだったんだ。はい、ということでね、まあこんな感じで始まりました。一応次回はですね、またデイズをね、キャラクター作っていこうと思ってますのでね、うん、一応近いうち2日ぐらい以内にはねやろうと思ってますので、よかったらねまた見てくださいということで、今日この辺で終わります。最後までご視聴ありがとうございました。